岐阜市内の建材家具メーカーのオフィスにあったのは奇抜な形の家具。作ったのはスペースワスプというスタートアップです。でここが弊社の自社工場になります。でここで弊社のエンジニアが機械の開発とで商品の製造をしております。商品の製造だけでなく機械の開発も。それがこちら、自社で開発した 3D プリンターです。この中で様々な家具を作るのですが、仮にこうした設備を購入したとすると、相場でいくと今、国内で展開されている大型の 3D プリンターですと数千万という形ですね。それの10分の1ぐらいで製造できてはおります。実はこの会社、従業員15人中8人がエンジニア。家具を作るのにノミやカンナは使いません。パソコン1台あれば図面のデータを 3D プリンターに送って指1本でプリント開始。すると何かが現れました。機械は休むことなく作業を続け、およそ7時間。何もないところから現れたのはテーブルの足でした。24時間ほぼ全自動で生産が可能。人手もかかりません。さらにこれがいただいた植物廃棄物でして、これを今細かくしていく作業に入ります。実はこれ製品を作るための材料なんです。切り花の茎などの植物廃棄物で、それを粉砕して粉末状に加工します。木の枝や花の茎などの植物の切りくずに独自のノウハウで加工を加え、最終的にはご覧のような樹脂の粒子に変わりました。本来なら捨てられてしまう植物廃棄物を家具の材料として再利用する技術です。原料の調達先はこちらの切り花の加工工場。この工場から出る植物廃棄物は1日およそ10キロ。その処理は課題の一つでした。本当にゴミとしてお金を払ってね、捨てていたというのがもちろんもう実情です。やっぱりこうした環境に対しての配慮型の取り組みをしっかりしているっていうストーリーを、つけることができると、ここが僕は大きな価値になるんじゃないかなと。切り花工場はゴミ処理の費用を大幅に削減。一方のスペースワスプはコストをかけずに原料を調達できます。建材内装業界をコスト高が圧迫していますが、その問題をスペースワスプは機械の製造技術と素材の開発で解決しました。植物廃棄物を利用しているので環境への配慮という付加価値もつけていると言えると思います。オフィスを訪れたのは投資会社の担当者。出資の決め手は建材の高騰に伴って、やっぱり住宅の価格も上がりますし、スペースワスプの技術が必要とされるそのマーケットに今後変わっていくんじゃないかという思いで我々は投資を今回しております。地球上あらゆる植物を原料にできますので、今後はですね、例えばコーヒー屋さんから排出されるコーヒーの殻とかです、農家さんから排出されるもみ殻みたいなものをまだなんだなと、あらゆる植物を原料にするためのネットワークを構築していきたいなというふうには考えております。LBS でした。